今ね、どこにいるかっていうと、岩手県の盛岡市にいます。盛岡市ということで、その中でね、盛岡に今日、釜石の方から移動して、結構遅くに到着したんで、やってる8時ぐらい閉まる店多いんでね、どこにしようか考えて、やってる店があんまなかったんで、ちょっと離れたところにいますからね、今ね。で、そこのところでラーメン屋を見つけたんでね、ラーメンショップということで、味久ってところにこれぐらいできます。チェーン店なのかな、小岩井店ってなってるからね。で、その中で今から入ってきます。ラーメンでもいいんだけど、なんか定食もあったんで、定食しようか今考えてますね。で、今回ね、あの盛岡市の小岩井店を利用させていただいたんだけど、初めてですね。その中で、この後、まあ、11月下旬に秋田の日本海本庄市にある日本海店も利用させていただきました。まあ、どれにしようか悩んだんだけど、この醤油味の豚骨スープ、あっさりの品そばでも良かったんだけど、なんかちょっとやっぱこってりにしようかなと思って、醤油味の豚骨スープで、あとはチャーハン、つける、感じにしました。まあ、チャーハンね、両方つけて久々だったんだけど、まあ、すごくね、良かったです。だからここはね、この後また2回目、秋田県の本庄市の、店舗、日本海店を利用させていただいたんだけどね、またこの辺り行った時にまた利用したいかなと思うラーメン屋です。で、こんな感じで行ってきました。美味しかったですね。はい。結局何頼もうかと思って、定食にしようかと思ったんだけど、やっぱりラーメンにしました。で、その中で最初、品そば、あっさり醤油の品そばにしようかと思ったんだけど、まあ、なんかこってりのがいいかなと思って、豚骨、まあ、醤油味なんだけど、豚骨醤油なのかな。まあ、で、食べたんだけど、美味しかったですね、はい。チャーハンセットで頼んだんだけど、チャーハンもやっぱり火の取り方がすごく良くてね。で、なんかおじさんおばあさんがやってるお店、FC 店なのかな、小岩井店になってるからわからないけど。いずれにしても、なかなか、ほっこりした感じのね、いい店でした。おすすめです。